数学科では現代数学ですよね。でどんな特色があるかっていうと、今度の4月から微分積分学入門という新しい講義を設けて、そこでは、高校数学から大学数学へ、への、橋渡し的な、事柄を主にやっていこうかなっていうふうに思っています。それがあまり他の大学にはない、初年度の前期半期で行う、授業として目玉的に設けています。それが新しい試みだと思っています。数学科では次のような、の人材を育成を目指しています。一つ目は、数学に常に新しい視点を持って、教育に従事できる中高の教員、その人材の育成を目指しています。で二つ目は、情報社会にも十分に対応できるような、IT とかそういう、技術者ですね、そういう、人材の育成で、さらには現代数学に果敢に挑戦できるような研究者の育成に力を入れています。で、少しだけ付け加えますと、ここ10年間で、ここの教育学部の教員、弘前大学の教員、それから、岐阜高専の教員になった学生がいます。皆さんもぜひですね、そういうが、人たちに、続いて、いい人材へと育っていっていただきたいと、そんなふうに思っています。数学科では主に、3つのタイプに分かれて就職していきます。で1つ目は、大学院へ進学する。で ここの大学院へ進学する者もいれば、東海圏の、例えば名古屋大学へ進学する者もいます。でもう1つは、IT 企業などの、情報関係ですね、企業のシステム部に就職したりする学生もいます。でさらに、教員または公務員というのが残りの約3分の1、そういうふうな形になっています。私たちは論理的に物事を考えられる学生を求めています。また実質的に何事も、行動的に移せる、そんな学生を求めています。ぜひですね、数学科を希望されて、入学された後は一緒に数学をバリバリやりましょう。待っています。